僕たち私たちジャパンエコトラックライドイン阿蘇に出場決定しました。しました。イエーイ。はい、ということで、はい、あゆみさん、はい、熊本県、阿蘇、はい、行ったことありますか？ないです。あ、意外。ないですか？多分通過しただけです、ね、あ、本当に。あの鹿児島から八天保行くまで、はい、あー、そっかそっか、通過しただけです ね、 ね、確かにあっちもいいんですけど、僕あの実は熊本走ったことあります。自慢きついや本当に、はいはい、今まで走った中で、はい、一番好きな場所、一番、はい、道も綺麗、はい、景色も綺麗なんですけど、はい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 、ちょっと日本っぽくないんですよ。で熊本市から、まあ、ちょっと阿蘇の方行くとまた風景と景色が変わって、はいはい、なんて言うんですかね、草原、今まで高い木とか山があったのが、はいはい、急にこう草原風になって、はいはいはい、その中を走るっていうのはちょっと日本じゃないのかなみたいな感覚になります。いいな、行ってみたい。はい、ということで今回、はい、まあ、ライドイン阿蘇にあゆみさんも出るということで、はい、どんなコースがあるか、はい、というと今回ご用意されてるのが3コースになります。 A コース、 B コース、はい、C コースっていう、まあ、3つのコースがあるんですが、はいはい、がっつり走れるコースになってます。そうですね、はい、A だと70キロ、1280メートルアップ、1000メートル以上あるんですね。1000アップですね、はい、まあ、もともと地形が山が多いので、はい、まあ、お話ししながら走ってれば、はいはい、まあ、ちょっとアップダウンもありつつクリアできるかなと、はいはいはい、で次 B コース、92キロの、1930メートルアップと結構アップします。阿蘇の南外輪山満喫ルート。ルート。だ結構あ本当にこう雄大な景色なんで、はい、すごく気持ちいいかなと思います。で、ガチで走ってる人、はい、この C コース。C コース。やっぱね、イベント行ったらちょっと長い距離走りたいじゃないですか。で、がっつりエイドも食べて、はいはい、景色も見たいっていう方におすすめ。はい、まあ、なんと100キロ超え。145キロのなんと3090メートルアップと。3000アップきました。やばいね。やばいですね。だから結構がっつり走ったぞと、はい、あの満足感は得られると思います。確かに、はい、なのでまあこのイベントに来るのもいいんですけど、うん、その前後でもね、そうですね、走っても楽しいのかなと思います。温泉いっぱいあるでしょ、ね、だ全泊して、はい、まあ、イベントに行くでもいいですし、うん、翌日はね温泉で癒されて帰る、はい、でもまあ初心者とか、うんうん、なかなかこう熊本来るきっかけがないっていう方はこのライドイン阿蘇に ね、うん、ね来てもらって、うん、楽しんでいただければな。なんかグルメが、はい、グレードアップしたって聞いたんですけど、 ねなんかそうみたいですね、うん、僕もまあ熊本ありますけどライドイン阿蘇さんのイベント自体初なので、うん、ちょっとねワクワクします。うん、エイドがたっぷり出て、はい、赤牛がね、赤牛です、やっぱ名産食べれる、うん、名物食べれるっていいですよね。いいですね。なのでぜひぜひエントリー日が10月の20日までなので、はい、まだね、日程あります、うん、で開催日が11月の16と17ですね。16が受付で、受付17が本番になりますので、はい、なのでぜひぜひあのまだまだそうですね、お時間ありますので、うん、気になる方は、はい、応募してみていかがでしょうか。はいはい、なみこちゃんも来ますし、フレームの編集メンバーみんなで参加すると思うので、見つけたらぜひ声をかけてください。はい、また次回の動画をお楽しみに。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに。次回の動画もお楽しみに。それではさようなら。さようなら。俺は